ビデオカメラのデータ復旧を行いました。岡山県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはパナソニック HC V550M。 ビデオカメラの映像を整理していたところ、急に動かなくなってしまった。電源が入ったままでバッテリーを取り外し、再度電源を入れ直すと、動画のサムネイルがすべてエクスクラメーションマークになってしまった。サムネイルをタップしても、このシーンは本機では再生できませんと表示されてしまうという状況です。データ復旧処理を行い、およそ1時間40分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られる DVD に変換してお渡ししました。